速稼塾の久保です。今回の給与明細覗いちゃおうのコーナーですけれども、あるね方の1年前の給与明細、再生回数14万回再生なんですけども、やっぱりこのバランスすごいですよね。チャンネル登録が2700人と3000人もいないのに14万回1年間で再生されてるんですよ。やっぱり他の人の給料って結構ね気になるんですよね。特に今回ロスジェネ世代48歳の飲食店勤務の方の給与明細です。それがね店長になったらしいんですよ、48歳で。で6万円給料がアップしたんですよね。なのにあんまり増えてないというね。実際に全体の給料はいくらだったんでしょうか。月給40万50万ぐらい出るんでしょうか。まあ飲食店ってのは給料が安いですから、それでも25万とか30万弱ってこともありえますよね。ぜひねこれ元動画を概要欄につけておきますので見ていただきたいのと、給料アップしたのになぜかね給料が少ないというね、まあそういう現実もご覧いただきたいと思います。今回は48歳の飲食店勤務の旦那さんの給料明細を40代の主婦の方が YouTuber としてアップしている、そんな動画になります。さてびっくりの結果、概要欄からどうぞ。